縄文人はどんぐりも食べていた？縄文時代の食文化とは？縄文時代といえば記録は当然残っておらず、主に狩猟採集で生きていた時代とされています。それと同時に縄文土器と言われるものを生み出すなど独特な文化があったことでも知られていますね。そんな縄文時代はどのような食文化だったのでしょうか。一説によるとどんぐりを食べていたのだとか。今回の動画では縄文時代の食文化について調べてみましょう。縄文時代とは？縄文時代は諸説ありますが、だいたい1万6000年前くらいと言われ、そこから卑弥呼でおなじみの弥生時代まで3000年程度続いたそうです。特徴としては土器、弓などの道具の使用や定住の始まり、貝塚の形成や植物の栽培が始まった時代と言われています。それまでの日本人は豊かな土地を探して狩猟しながら移動していたと考えられていますが、縄文時代から地球の温暖化が始まり、極寒だった日本列島にも住みやすくなり定住が始まったと言われています。縄文人はどんぐりを食べていた？狩猟中心の社会では食料が不足しがちでしたが、貯蔵の技術が発達して食料供給がある程度安定したのが縄文時代でした。その縄文時代の遺跡からは地下の貯蔵穴に保存されていたクルミ、ナラなどの遺物が発見されました。そんな中にどんぐりもあり、それによって縄文人はどんぐりも食べていたと考えられています。縄文時代の日本は広葉樹林が広まり、そこから収穫できるどんぐりは供給量が多く、縄文人の食文化に大いに貢献したとも考えられています。どんぐりはそのまま食べられる？どんぐりはそのまま食べると強い渋みがあり、その渋みを抜く必要がありました。その方法の一つに薄皮を剥いた後、水にさらして渋みの原因となるタンニンを抜くという方法があります。縄文時代の遺跡からは川の水の流れを利用して一度に大量のどんぐりの渋みを抜く水さらし場が発見されています。このことから縄文人はどんぐりを大量に保存し、大量に渋抜きしていた技術を持っていたことがわかりますね。縄文料理の縄文クッキーとは？縄文人はどんぐりを渋抜きした後調理して食べていたという説があります。縄文時代の遺跡からはクッキーのような炭水化物が発見されており、それは縄文クッキーと呼ばれ、縄文人たちがどんぐりを調理して作ったと言われています。またそのクッキーは獣の肉や卵、クルミなどの木の実をミックスして作ったのではないかという説もありますが、実際にどのようにしてどんぐりを食べていたのかは不明です。縄文クッキーの作り方。縄文クッキーには植物性と動物性の2種類があったという説があります。植物性縄文クッキーはどんぐりなど木の実を粉状にし、おろした長芋と卵を加え手でこねます。そして平らに潰し両面を焼いたら完成です。縄文時代にはこの焼く過程で縄文土器が使われていたと考えられています。動物性縄文クッキーは先ほどの過程に獣の肉を加えるだけです。縄文人は植物以外にはどんなものを食べていたのか。縄文時代の遺跡からはどんぐりをはじめ40種類以上の植物が発見され、それらは食料になっていたと考えられます。また遺跡には残りませんが、山菜なども食べていたのでしょう。次に重要だったのが魚で、東北地方ではマグロやカツオ、東京湾などではスズキなどを釣りや森で取っていたと考えられます。縄文時代後期になると網を使った漁も始まりました。海のない地方では川や湖などでフナやコイなど淡水魚を取って食べ、ほぼ一年中魚は食されていました。縄文時代の遺跡からは貝が集められた貝塚も見つかり、貝も重要な食料だったと伺えます。しかも貝塚からはフグの骨も見つかり、人々は縄文時代からフグの毒の抜き方を知っていたようです。狩猟と犬。植物や魚の他には狩猟も行っていたと考えられています。縄文時代の遺跡からは矢尻が見つかっており、主に弓矢を使って狩りをしていたのでしょう。鹿やイノシシをメインに飼っていたようですが、その他にも猿、タヌキなど60種類を超える動物の骨なども遺跡から見つかり、それらも食べていたと考えられます。また犬を狩りの相棒として飼っていたようで、その関係は現在まで続いています。日本史ライター。
三浦の独り言。縄文時代の食文化は肉だけ食べていたイメージでしたが、意外にも様々なものを食べていたことが遺跡からは伺えるようです。記録もない時代ですから、まだまだわからないことも多いですが、技術の進歩により意外な縄文の食文化が見つかると面白いかもしれませんね。